で、やっぱ近いほど水蒸気爆発してます。でもね、ここの水蒸気爆発はね、ほんとの初期のガフッと、ね、出たぐらいで、で被害はね、ほとんどなかったです。で、それでもね、24時間体制で、ね、開始されている。そういう山なんですけど、登山もできます。で、真ん中の縦に筋状のものがあります。これ登山道。ここの登山はね、あの平らなところで馬乗せというんですけどね、あそこの 9.5 号目で、あそこまでの登山が、ね、できます。で、6号目に駐車場あります。まあ、半分以上車で出ちゃう、そういう山です。片道で1時間目に登れる。ですからね、結構ね、人気があるようですね。まあ、年間、1万人ぐらいの方ね、